週一で僕は初め陛下のインドネシアをご訪問両陛下のねあのの話をしようとつまり陛下という存在陛下を見るとああ平和って本当に大切だってその時だけ僕は感じ取ることできるんですよ。平和って大切だって頭で分かってるでしょ頭で分かってるけどここでハートで分かりますかね平和って大切だな それはそんな高尚な方素晴らしい方いらっしゃると思いますけどどうでしょう多くの人、まあ、僕も含めた何割か少なくとも5割以上の人は「ああ平和って大切だ」ってしみじみとじんわりとちょっとある種泣きそうになりながらというか感情が震えながらというかねあの思うことあるでしょうか。僕はね本当に恥を忍んでいますけどなかなかそこまで。 もちろん平和化っていうものが一番大切だっていうことは頭では分かってるんだけど実感としてですよあのなんか強い意志というよりもね本当しみじみとですよしみるように本当と涙腺が緩むようにしみじみとだってこれまで何万回何十万回っていうかあの人間はあの無慈悲なああ争い殺し合い蹂躙の試合をしてきたわけでしょうそういうものも込みで あって本当に大事だなんかそういうものをジーンと感じるう僕はそれはねやっぱりね陛下を見る時に感じることがあるんですよ。あっていうねかな沈黙ですな沈黙の中の感情の揺れ、えー、というものを感じるそういうことってすごいなと思ったんですねやっぱりねそれ映像ですけどね映像でそういうことを感じる。 だからやっぱり何か陛下という存在はどれだけ権力者であったってどんだけ素晴らしい大統領であったって首相であったって大社長であったってやっぱり代替わりします。まあ日本の場合は創業者なんていうのは40年間社長であるとか松下幸之助さんとかねああいう人だとそういうものを感じ取れるようななんかえ白い光のようなものが個々のようなものが指してたのかもしれへんよね。あるるいいははさんなんなかもその軍団にいる人は あるいは本当に武さんを追いかけてるような人はそういうものを光を感じるのかもしれないこれはまあ一つ一代でっていうねでもほとんどの権力というのは一代でじゃないもんねそういう意味では陛下っていうのは何百年何千年でしょう公式に言っても例えばスジン天皇以来 とか言ても少なくどんなに科学的にでも1,600年ぐらいでしょうえあるいはえ公式見解というか神話も含めたら2,500年あるいは何千年まあそれがそうということでイーコールではないにせよその継続するものずっと続いているものその中でのその人間の中で 変変わるでも変わももらないものねつまりね人間の価値としてあるいは人間が生きる価値としてそれは誰もが感じるう使う言葉で言うと「優しさ」とか、えー、あるいは「慈悲」とか「愛」とかあるいは「思いやり」っていう言葉もありますよねあるいは「気品品格」とかそういうのっていうのはいろいろ言葉を変えて、うん、人間の中である程度普遍的だと。 ずっと変わらぬ価値であってほしいあるいは変わらぬ価値であろうというようなそういうものがありますよねそういうその概念というか価値というか価値観とで、かその中で平和まあもちろんその優しさとか思いやりとか品質、えーえー、気品とかそれ全部 陛下の姿から感じるっていうこともあるんであると思いますけどやっぱり今回の旅は神前の旅でインドネシアとのねそういう意味では平和その平和をこうしみじみと感じさせてくださるっていうかねそういう存在を日本民族は持ってるっていうこともうこんな長くね今 <laughs> でも5分以上喋ってます週一ではそれを30秒とか特に。 バツバツで本当に初めちょっとだけやりましょうよってねなこしやすぐみ tv シークレットとよろしくお願いします僕が死ぬか番組が終わるかみたいなうう感じので実はやりたいなと